ご親切なご指導を受けましたおかげでございます。どしどしこんな芝居をやってください。ありがとうございます。これからももうせいぜい勉強させていただきます。大吉さんに用意ができてます。そうか。あ、羽村屋お疲れさんだぞ。いや、旦那おいでおめでとうわんな。いや、おかげでわてらも舞台の務めがいがおばっせ。逮捕のきっかけは違うやないかな。いえ、総ざらいの打ち合わせ通りやってまんねんけど。アホ、芝居の飯何年食ってんねん。芝居はそろばん玉をはじくなわけにいけへんねんで。役者のすること見ながら工夫しんかいな。ええ、どんなやっちゃう。明日わての気に入れへんなんたら出世へんで。あ、旦那こっちはこのケーキやったら中の芝居さっぱりわやでしたろ。そういうこっちゃ。ねえ、下年旦那、あっしは旦那のわざわざのお招きで東京から初下りをしてきて、門の芝居方だっちゃ東京の仲間に合わせる感はありやせんて。川崎やん、あんたにはほんまに申し訳ないと思ってますし、大和屋にあんなボロい儲けさせて、わてもこのまま黙って引っ込んでられまへんわ。第一歌舞伎の役者が新しいつもりであんなものやってる方はありませんよ。上方の役者衆の気が知りませんよ。あんなもんは素人上がりの創始役者に任せといたらよろしいや。大体芸のある役者の手掛けるもんやおまへん。近頃流行りのジオラマが動いて口を聞いてるうち宴のこっちゃ。しょうがない。わても道頓堀では一と言われても二とは下がらん興行師や。打つ手はちゃんと考えてますし、向こうが目先だけ書いて儲けるのやったらこっちはどこまでもおもろい芝居見せて儲かるまで行きますがな。次の芝居にはあんたの18番や。ネズミ小僧な、あれ出してくんなね。あれ、これならもう間違いなしな。川崎や、次の芝居には現部門をやりたいと思ってますので。原田重吉の一番乗りですね。ええ、
それで従軍してお帰りになりました皆さんから、役者たちにもいろいろとお話をしてやっていただきたいと思いましてな。私たちもできるだけの尽力はしてみますよ。ありがとうございます。わては儲けようと思って芝居をしてんのやおまへん。兵隊さんのご苦労を大阪の皆さんに知っていただくにはもう芝居が一番やと思いまして。私たちもあなたのお考えには全く感心してるんですよ。大きに勇ましゅう叩こうて、えらい傷を負って、もう目も見えん、口も聞けんようになりながら、まだ庭園は沈みませんかと、そればっかり心にかけてはった水平さん、もう思うても涙こぼれます。芝居というものはありがたいもんですせ。その水平さんの短いお言葉がどなたの心にも焼き付きますのや。中村新蔵はその三浦水平になりきっていますよ。原田重吉も新蔵がやるんでしょうな。まあそういうことになるやろうと思ってますねやけど。新蔵はこの頃みっきり腕も人気も上がったが、なんだかそれを鼻にかけているようなところが見えて不愉快だな。そうだ、それは僕もそう思ってんだ、うん、芸の修行は人間の修行だす。心臓も今が一番肝心なとこですさかい、やかましい言うてやらんだら思っております。言葉にそんな気いぞし、そりゃ聞こえませんの。さっちもいかんようになったかい。今更こんなこと言いとはないけどな、下回りのうちからお前を見込んで伸ばしてやろう育ててやろうと、もう及ばずながら今日まで面倒見てきてやったこの栄吉がこれほど口をすっぽうして言うても、お前には分かりまへん。旦那の言わることが分かりまへん。なんでや、離れようと別れた方がええというのはなんで分からんのや。旦那は、わてと離れは子供の時から馴染みだす。後ろ指を刺されるような間はおまへん。おうたらお互いに芸の話ばっかりしてまんねえで。え、それがどこが悪いんでしょろ。いや、世間はそうは思わんのや。なあ、お前も離れも今が人気の出盛りで一番大事な時や。なあ、どっちも横道へ外れさせとうないと思って、わては、わてと離れはただの役者と娘義太夫の浮ついた仲やおまへん。立派に女房にする気出す。ん、女房にしたらよろしいんやろ。心臓、
お前にも女房もろてもええ身分かいな。そんな思い上がったこと考えんと、もっと修行せんと飽きまへん。そうかて旦那、何でもない他人のことを先気にやむような、世間に愛想をつかされて、たとえ役者として働けんようになってもわては。お前それ本気で言うてんのか。本気出す。そんならお前が花寮と話し合ってるという芸はどうや。自分の芸捨てても未練はないのか。芸、うん。女房もまだもらんような大根役者に芸と名の付けようなもんがうますもんかいな。なんやその拗ねたような言い方。え、そんな芸とは言わん、芸以上のもんや。な心臓、わてはな、誰が何と言おうと、今度はお前に原田重吉をやらせるつもりやで。舞台の上でお国の守りになって、見物衆の心を揺り動かすのや。明賀に尽きる仕事やないか。お前がその仕事に励むのに邪魔になると思う境に言うてんねやないか。なんでそれがわからんのや。どのさえ見ててくれはったら何も邪魔になると思いまへん。なんやその甘えた根性。困ったやっちゃ。まあよう考えときなはれ。どうや。え、こんな派手な表飾りは道頓堀にも近年ないこっちゃで。ほんまにな、みんなびっくりして見ていきました。どう無茶してます。えげつないことしてます。何がや。大英ですがな、角の芝居ですがな。さあ今度の角の芝居を見落としたら日本人とは言われんぞ。え、狂言は原田重吉一等卒の玄武門の一番なり。ね、血分け肉踊る大芝居や。どんな芝居ぐらいの人でも水にはおられんやろ。え、しかも今日は半音の式だを差し上げる半音の式歌を。ね、中の芝居を一折り見るねでもって角の芝居が二人見られる。半音やぞ、半音やぞ。当藩偉いこっちゃ。わかんねえやさかい、あんたのその偉いこっちゃだけはやめてんか。アホの一つ覚えを持っても聞くために聞くとするがな。天狗いいいいな、あんなあんた、ほんまに偉いこっちゃ。なんやねん。信濃屋藩や他のおしびっさん全部から呼び出しが来ましたね。ええ、旦那にすぐに来てほしい言うて。何の用事やろ。おきぬ、獣を出しなあれ。お父はん、信濃屋藩や他のおしびっさんは全部そろって。いいたがな。ちょっと行ってきますさ。だは、何たしろ。いてみんことにはわからんがな。何の用やと思ったら、この引き札のことかいな。えらいあっさり言うてくれるやないか。やぶから棒にこんな引き札なんか出して、人の興行を邪魔する気か。違う違う。仕打ち仲間の仁義に外れへんか。ここにやはる皆はんも同じ意見や。やる方あんまりえげつなすぎるぜ。違うがな。何が違うねん。おまはんの芝居は不利やというのはともかく、しょうもない芝居かけて大いに取ってて、まだこの上にわいたちを騙し討ちにかけて、ボロい儲けがしたいのか。返事によったら、わいも知らぬや前頃や。道頓堀まともに歩けようにしたるぜ。ほほ、怖いやの。おい、大栄。天狗やと思ってたらえらい間違いで。おまはんの芝居は、役者も安い。カズラもいらん。衣装もボロボロで済む。ただみたいな仕込みやさかい。そら半額でも儲かるやろ。けどこっちは違うがな。金のかかる芝居を売ってんだよ。無茶されてたまるもんか。言うことはみんな違うがな。何？まあ、信濃屋も待ちなあれ。なあ、ダイアン。お互いに商売やさかい。多少の駆け引きはこれはしょうがない。けど、この札は協議でやめてくれはるやろな。やめまへん。なんやと？千秋楽まで続けるつもり出す。こいつ出さるぞ、ほんまに。出されちゃうかな。なあ、信濃屋。わてがこの引き札任せたんは、おまはんたちの邪魔するつもりはおまへん。うちの芝居は一人でも行さんの人に見てもらいたいばっかりや。同じこっちゃないか。違います。どう違うね。言うてみ、言うてみな。おまはんたちは世間の芝居好きが相手やろ。あの役者はほんまに江戸前の役者やな。あの濡れ場はゾッとするほどええな。そんなことばっかり言うてる見物やろ。わてはそんな見物はちっとも取りたいとは思いまへん。うん。うちの芝居は、まだ一遍も芝居を見たことないというような人さんに見てもらいたいね。ああ、そやさかい引き札任せましたんや。いや、それはへこりくつ注文や。まあまあ黙って聞きなはれ。
インチキなら知らんこと。戦争芝居というものはちょっとでも嘘をやめようと思ったら仕込みがかかります。大入りが続いてもちっとも儲かりまへんけど、ただでもええねん。あ、わてはもうできることやったらもうただでも見せたいねん。アホな、誰がそうまでして。そう言うやろ、おまはんたちは。そう言うやろけど、おまはんたちの芝居はこういうご時節にぜひやらんならんというような芝居でっか。うちの芝居はそのつもりや。せやからたとえただでもいい、一人でも行さんの見物に来てもらいたいねん。うん、わからんやろな、こんなこと言うても。わてももう言うことはこれでおしまいや。帰らせてもらいますさ。今日は総ざらいで忙しいねん。心臓、来なはれ。気をつけの姿勢とってみなはれ。へっ。何を考えてるのや。いや、わてにはちゃんと分かってまん。なんぞ他のしょうもないこと考えて芝居してんのやろ。そんなことでこの大事な役が務まりまっか。それでも日本の兵隊さんのつもりか。腰に刀を一本刺して戦へ出た時勢とは違うのやで。立派な軍隊訓練を受けた兵隊さんやで。分けても偉い手柄を立てはった原田重吉やで。一生懸命にやってまんねん。口答えしなはんな。何もかも忘れてほんまに舞台で死ぬ気でやんなはれ。舞台は戦場やということを忘れるような役者にはこの大役はやってもらえんようになるかもしれませんで。お父さん会いに来るすで、えらいすまんことでんな。いいえ、一目お目にかかってお礼を申したいと思って参じましたやけど。ずっと紀州の方売ってはったんですか。なんせ寄せ集めの一座で五難続きでな、夢中でこちらの団範へ手紙を書いて大阪へ呼び戻しておくなはれと頼みましたね。そうですか。新宮の先の小さい町で一座の新書も払いんことになって、いよいよ泥屋と腹を決めた時に団範から返事が来ましたな。へえ。道頓堀だけは舞台あるまい、田舎で働いてる人さんにたまの楽しみさせてあげるのも役者の本望やないかと書いてあって為替まで入れておました。嬉しかったのなのって、急に元気が出ると妙なもんで、すぐ北陸の方から実はお買いに来ましたな。ああ、そら減らしましたな。まただけはおまへん。打藩に一生忘れるような御を受けて足を向けて乗らんと言うてる役者は何やるか分かりまへん。打藩は役者にとってほんまに神様のようなお方だ。父藩なんや、えらいこっちゃか。はあ、先に笑ってしまった。いや、ほんまにえらいこっちゃ。はい、あの世に前劇呼んでおった中野芝居のネズミ小僧な、ほらさっぱりわざっせ。新造藩の原田重吉は偉い人気や。おめでたいこっちゃな。新造藩も偉いご出世で。へい、ご用意です。何や今頃ご挨拶して。そうかて当藩名が取られますが、なんたうちの芝居の景気言うたらもう。親方、いてまいります。あ、ご苦労。花流藩からのお返事で。あ、これにも書いてございますが、今夜花流藩の方もお出しがありますので、うん、後でいつものとこでお目にかかりたいと。よっしゃ。花流藩、あ、待ってましたで。あ、ずっとお入り。
おおきに。大和屋英吉だ。今夜は一つええとこをしんみり聞かせてもらおう思いましてな。ごひいきにありがとうございます。もうもうそない世界でもよろしいが。ええ、この頃はえらい人気だんな。いいえ、芸事は修行が第一やとそればっかり思うて勤めさせてもらっております。ええ心がけだんな。実はなあ、花龍はん、あの旦那何だす。あつえ今夜もう一つお座敷受けてますさかいに、勝手ですけど早お耳を怪我させてもらいます。さようか、竹本花龍はんに座敷へ来てもろたんや。何を置いてもじょうろり聞かせてもらわんといけまへなんだな。なあ、羽村屋はん、ええ、今度のわての原田重吉は世間の評判もええし、いろいろ工夫して自分でもええ出来やと思ってますねんけど、どうでっしゃろ。そうだな、ほんまにようやってやりまんな。そやのに旦那はんから小言ばっかり食ってますねん。いや、そうだらいのとっかて、わてもまあ何にひどいこと言わんでもええやろと思ってましたんや。なあ、羽村屋はん、わてはここらで一つ旦那はんの手を離れてみようかと思いますねん。そりゃあまた芝居のことだけはおまへんねん。することなすこといち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 やかまし言われては、お前たまりめへんわ。旦那派の目からはいつまでも下前の自分の心臓かもしれまへんけど、今のわてをこうてくれはるおしうっさんは他にもあると思います。お待たせ申しました。もうこんな座敷で肩着のまでつけて備えに肩苦しゅうしてもろたらこっちまで肩なってしまいますがな。いいえ旦那、こなして肩着のつけてシャンとした気にならんと、私らの芸では語り物に負けてしまいます。えらい生意気言うようですけど、肩着のも剣台も決してお客さんに見せるためのもんやない。自分の心につけるねやと思ってます。なるほどな。いや、えらいこと言わはる。大和屋英吉、頭下げますせ。まあ旦那はんそんな嫌、まあ、ですせ。いや、あんたがそんなセリフの言えるお人やと知ったら話を切り出す方も気が軽なります。離れおはん、あんた心臓が心底すぎでっか。我慢しまへん、はっきり言うとくんなれ。命を捨ててもと思ってます。さようか、そんなら離れよはん、あんた心臓ときれいに切れとくんなあれ。最前あんたは芸事には修行が第一やと言いなはったな。役者かて同じことだっせな。それを心臓は、あのアホはあんたのためやったら役者辞めてもと言いよりますね。わてはな、伸ばせば伸びる役者を女子のために見殺しにはできまへんねん。そんなことしたら仕打ちという仕事に申し訳が立ちまへん。そやけど旦那は、あんたと心臓がきれいな仲やちゅうことはわてはよう知ってますせ。けど今ここで心臓がちょっとでも他のことに気取られたら修行の妨げになりますね。それでのうてもあいつはこの頃はチートばかりの出世を鼻にかけて心がおごってます。心を締めて人間の修行からさせんとあきまへんねな。せよってにわてはあいつをどなたぞ厳しいお方の手に預けようかと思ってます。それというのもわてはあいつをええ役者にしてやりたい。今ここでしくじらせとはないねん。あいつがかわいいさかいな、きっぱり別れてもらえまへんか。そればっかりはできめへん。嫌だ嫌だ。やめなあれ。あんたには分かってもらえると思ったんやけど、あんたもやっぱりただの女子や。
たんや。そんな惚れ方ならどんな女子でもするがな。え？そうやないか。あんたはただ心臓を、大事な男を埋もれ気にすることだけしか考えとらんねん。離れは、ここのところをよ考えてみなはれ。あてが鬼に見えまっしゃろな。何やるわか。旦那。何やこないに早うから。わて旦那の芝居やめさせてもらいます。おお、そんなこと言いに来たんか。なんぞ訳があるのか。考えたらむちゃくちゃしまんねん。わては一生懸命やってますのに、このぐらい一遍も旦那に褒めてもらったことお前。旦那の顔色ばっかり見て芝居してるのが嫌になりまして。この大阪が嫌になりまして。大阪が嫌になった？妙なこと言うやないか。もう離れようと会える大阪やないか。なんで嫌になったんや。旦那、おなごは魔物出す。わて騙されてましたんや。騙されてた？それ見、それ見な。あんなもんのことをもう何と思ってしまへん。それより旦那、わてにお暇を置くなはれ。そうか、わては止めまへんで。けどうちの芝居やめてどうする気や。あいつをこっちから見返してやるような役者になりまんね。中村新蔵をぜひ欲しいと言ってくれる芝居も他におまっしゃろ。まあおまへんな。いいえ、おまんねん。アホ、そんな身の程知らぬ了見で何ができるのや。旦那に何と言われてもわてはやってみせます。切ってやってみせますね。心臓。何出す？お前だいぶ頭がのぼせてるようやな。早いんで冷やしてきなはれ。帰んなはれ。へえ、帰ります。どないしはりましてん。お父はん、何してはりますねん。お父はん、島のうちの畳屋町の方角へ手合わせてんのや。畳屋町？竹本花寮という立派な女子の住んでるとこや。こんなむさ苦しいとこようこそ。花寮は今日はお父さんの代わりにお礼を言いに来ましたのや。新蔵さんとのことみんな聞きました。さぞつろうましたやろうな。どない言い出したらええやろと、いろいろ考えましたんですけど、やっぱり英断長でけたんやと、浄瑠璃の文句にでもありそうなことしか言えしみへん。お父さん言ってはります、新蔵はただもうカッとなってしもって、今のところは自分で自分がわからんようやけど、そのうちきっと立ち直ってくれるやろ。またそれであかんようになってしまうようやったら、これから先見込みのない男やと。花寮はん、どうぞ末を楽しみに暮らしとくなはる。これからのことは何でもご相談に乗りますさかいな。おおきに。
花柳藩。お父はん、あんたのことは感心してはりました。あの晩、現代の前へ肩身につけて座りはったあんたのあの姿、忘れることはできん。これから先、何かのことで心が弱ったら、あの時のあんたの姿を思い出して心に肩身をつけようって、そんな言うてはりましたわ。まあ、そんなもったいないこと。けどな、父さん、新造はん、わてを恨んではりましゃろな。わてそれだけがつろうます。花梨は、顔出してもらうことにはどうにもなりまへんわ。何がや？心臓犯でんがな。学園の時からもうえらい飲んではって、何歩言うても支度に変わりまへんねん。ええ、もう近くちょっとやけになったらだせ。もうすぐ幕開きますさかい。親方、みんなの口がうるさまさかいな。文句言うやつだったらいつでもこんな芝居やめたるぜ。心臓。何や、酒飲んで飲んで。飲みたいさら飲んまして。飲んだらいきめんか。焼け酒飲んで、なんでええ芝居ができるんや。ジョアホ。ええ芝居のでけん役者で偉いすんめんな。なんぞ言うと不手腐れやがって。そんな根性の腐ったやつ、おなごに振られるの当たり前や。ほっといとるな、あれ。旦那に愛想をつかされても。おなごに振られたかて。中村新座やないと、夜も日も明けんと言うてくれる人もおまんねん。何やて？うん、旦那、ちょっとこれ見とくな。東京の新留坂の割って買いに来ましたよ。よう読んどくな。ガシモンもさせるし、お給金買って望みのままやと買い止ましやろ。お前、買われていく気か？行きます。旦那んかって止めへんって嫌っておめへんか。平気になってたら後で後悔するで。みすみす英訳者にやられると思って後悔しはんな。旦那のやつよ。500申し込みましたで。おう、そうかそうか。その間に入ったら小屋が裂けてしまうから。こんなんやったらもっと早くこういう芝居やったらよろしいましたな。大変のマネや言われたらごっぽないけど、こっちはこっちでこったらさかいな。そういうこと言うわ。今月はまだ角の芝居開けてしまへんが、何をしてますやろ。売り物の心臓がいいようになって手が出んのと違うか。いえ、こういうとこなんや。えらい変わった出し物考えてるそうです。変わった出し物ってなんや。もっと詳しく探ってこんかい。だは、大変が芝居見に来てます。ふん。よう、蔵お揃いで。おう、えらいケーキだな。アホらしい。オタクほどには儲かりまへんわ。ええ芝居やと褒めたいが、どう考えても褒められへんわ。なあ、おきぬ。どうは。おまんに褒めてもらんでも、ご見物中には受けてるがな。召集令や言うから、どんな芝居かと思ったら、新大さんが手手親から輪ズの羽織を受け取って、真の余剰は金を割く。ででんでん。なっちゅう情けない芝居や。おい、おまんは何か、うちの芝居にケチつけに来たんか。そやないけどな、信濃屋はん。大勝利大勝利で世間は浮ついてる。
その浮ついた景気の尻馬に乗るだけで仕打ちというものはええもんかいな。よう考えてみてや。大変や、こんなとこにいはりました。おう、これは小屋主さん。おう、羽村屋もご一緒で。なあ、大変や。え、今も羽村屋さんと話してきましたやがな。うん。今度はやっぱり、あの狂言であげなるつもりだった。ええ、そう決めましたんで。もう考えることはおまへん。完成しだかお話しちゅうたら、松平定信の完成の改革出したろ。倹約しなあれ、質素に暮らしなあれって言うてお説教する芝居やん。そうだす。ちょっともおもろいことおまへんが。おもろない。見物が来ましたらか。こんかもしれまへん。それでもわてはやりますね。そんな無茶な。何が無茶だす。いつまでも旗行列や提灯行列や言うて永久になっている時はおまへん。日本が一等国になった先々のことを考えたら、閉まる時には閉まらんなりまへん。わては今度の芝居で世間の人たちにそこへ気がついてもらいたいのよ。さよか。せっかく当ててきた芝居やめてしもて。羽村屋はん、芝居は名学問耳学問と言いますよ。そやったらわては見物師より一歩でも半歩でも先に出てななりまへんやろ。中の芝居も何技も戦争芝居やって大当たり取ってますよ。みんなうちのマネや。ただお金儲けをするだけのことやったら、お父はんがって他の私物さんに負け後に話しまへん。だけどお父はんは何をおいても世の中で一番ためになると思う芝居をせんならんときやと言うたはんのは。そうもしてでもだっか。そんな無茶があるかいな。分からへんなんだら黙ってたらええやない。ええええ、何度と言うと叱られてけつかんだ。おお、寂しいやの。ほんまに寂しいわ。あんたが席を引き張ってからというもんは。あんたの三味線弾いてる時はえらい人気やったけどな。ほいで今誰の弾いてはんの。キツツケはんの、うん、ちょっとも息が合えへんのわ。なんでやろな。ナオミちゃん頼みや、もういっぺん席出る気になっとくなはれ。わてを助けると思って、うん、そやけどな。あ、でももうこの頃は忙しさかいな。おみっちゃん、あんたえらい変わらはったわな。さあどうぞ。おみっつ、大和屋の父さんが来はったで。あ、そうですか。お客さんでっか。おみっつぁん、わてまだ諦めしめへんで。お母さんから口説いてみました。へえ、どうぞ。まあ、父さん。こんにちは。こっちからいっぺん三人なら思ってましたのに。はい、お父さんが何のご不自由なんか頼めてこう言うて、気にすんまへん。ほんまにいつも心にかけてくれはって。どうぞ父さんこちらへ。お母さん、わての言うこと聞いとくなはれ。頼みや。何だす。さあどうぞ。あんたお張りを。へえ、一生懸命やってまんねんけどちっとも上手になれしめへんねんわ。なんでもっと早覚えとかなんだんやろ思ったら悔しいってな。偉いわ。わても負けように決まりました。まあ、父さんがそんな、こっちは始めたばっかりでんのに。まあ、一日でも早お張りでお金取りたい思ってよく待ってまうのに。まあ、そんなこと思うて。今日はええこと知らせに来ましたんやで。なんでんの？東京からな。金図藩からな。父さん、堪忍。もう、聞きと思へんの？ほんならやめますさ。聞きとます。これ見なはれ。頼りおまして、無事でいます言うて。それだけですか。何も名産が役不足いうことねえじゃないか。それよりもっとピシピシとした粋のいい芝居をやるように心がけてもらいたいね。わては仰せてもった通りやってますね。どこあるわね。どこもこも全部悪いやな。調子でもよ。
時々突っ転ばしのような変な声出しやがって、一緒に出ていても決まりが悪くなら。あんたが人の芝居を取り込む家での役者班だっか。奥にお世話だ。なんで生意気な、え、江戸の西も東も分かんねえおのぼりさんなら、なぜ皆さんよろしくお頼みしますと首相に言えねえんだ。おい、静さん、おめえさん八代目さんに挨拶もしないで風呂に入ったんだって。いけまへんか。楽屋風呂の礼儀を知らねえのかよ。八代目さん帰ろかいと怒ってるぜ。あの人に怒られるようなわけはおまへん。なんだって。わては約束が違いますね。どう違うんだ。あんたたちには分かりませんね。わて、おしぐたに駆けおできます。おしゅうさん。なんだおしゅうさんなんて。そんな贅禄言葉は江戸じゃ通用しないよ。森田旦那、わてを一体どないしてくれはりまんね。やぼから棒にわからねえじゃねえか。何もかも約束が違います。渡される役はしょうもない役ばっかりやし、部屋は相部屋やし、それにお給金かって。おい新蔵さん、物は落ち着いて行った方がいいよ。自分の芸を棚に上げてなんて言い草だよ。神話で売り出している中村新蔵だから、どんなに大した役者かと思っていたんだ。見ると聞くとは大した違いじゃないか。お前さんはね、自分の芸相応の扱いを受けているんだぜ。悔しいと思ったら死に身になって芸を磨きなよ。江戸でも通用できる立派な役者になったら、約束通り何でもしてやろうじゃねえか。おいらの言うのが服だったらなんだよ。いつでも大阪へ帰っていいんだよ。いや、狂言のせいばかりやないと思いますぜ。新造藩でも言ってくれはったらまた。まあ、その話はやめとくなれ。あんなアホのことでも言われれば思い出しますがな。偵察でっか。まあもう気の毒やな。この入りでは役者の数の方が多いくらいやがな。しょうがおまへんやろ。ステーシー売ってんねやさかい。この先もやっぱりこんなもんで行きか。せっかく儲けた金が一文も残らないようになってしまうで。わてがスカンピンになって自分の芝居の軌道で首を振るか、大阪中の客をわての方へ向き直らせるか、とことんまでやる気や。ああ、しょっかいな。おまはんの言うことは時々お前らには見当がつかんわ。決定の男やな。えらい不意気が続きまんな。そんなこと心配せんと舞台は励んどくんなれ。来月は小島高菜だそうでんな。中君愛国の烈士たちの極真を芝居にしてみせて、皆さんに緊張してもらいますね。まあこんな偉そうなこと言わんと、派手な夕霧左衛門でも出しまえな。大当たりだって。アホな。そうでっか。まあ損をしやはんのあんたの自業自得やけど、こないに不利がついたら役者は人気が落ちますさかいな。わても木戸で首くるお付き合いまではようでけんかもしれまへんで。
何じゃ証拠にもなくまたこんなおもろないもんやるんかいな。あんたはこの芝居見たんか。うん、まだやけど。そんならそんな小わずみたいなことを言わんときない。わては見たんや。地味やけど、ええ芝居思たで。そうか。すごい行き先でも、いつまでこんな芝居をやる気や言うて、怒らはる人と、いやこれからの芝居はこれはないといかんと言うて、褒めてくれはる人と思いますね。そうか、褒めてくれはる人もあるか。しかしそれはほんの数えるくらいで、頭ごなしに叱りつけられるときのがずっと思いますね。いや、わてだけはお前、ええ、三吉かて、助けかて。三吉も助けももういまへんで。暇を出しましたんや。暇うちかて余計な人では減らさんとな。えらいこっちゃ。なんやその大きい人のえらいこっちゃは。頼むわ、あんただけはどこまでもお父さん信用ひどくなはれよな。返上できねえよ、聞きやがってな。橋代目さんの家へもいろいろ襲われに行くそうじゃねえか。見覚えのある死体の黒坂
ら嫌だして、ほんまに私らもこんなことしていただかいでも、うん、そうかって仕立てもんでお金も取れるようになりましたしな。そらまだまだこの池派みたいにはいけしめへんけど。そうでも持って帰ったらお父さんに怒られまんねん。父さん存じてますって、この頃お一人でどないにご苦労してはるか。そらかないわへんな。ほんならお父さんに内緒で持って帰りますさ。ほんまは助かりますのや。私もおかけちごってしばらく旦那はんにはお目にかかりまへんけど、口では強そうなこと言うてはっても、いろいろのことが答えますねやろ。時々何にもせんとじっとしてはるお父さん見ると、わてもうほんまにつろなりますねやろ。ほんまにな、一つの道を思いのまま歩くということはえらいことですな。私らお世話になるばっかりでちっともお助けできしまへん。いいえそんなこと。お父さんこの頃でも毎日あんたのこと心配してありますせ。不自由してへんやろか困ってへんやろか言うて、このお金買ってわてが持って帰ったこと分かったら自分で持ってきはりますせ。そのご親切を思ったらほんまに身を切られるような思いがしますわ。なあ父さん、わていっそ何ですの。おみっちゃん、待て、あんたにお願いがおますのや。父さん、どうぞ言うとくりゃす。何でもさしてもらいますさかいな。お父さんにな。お父さん。こんなもん見んでもええらしないやん。おきぬ、お前どこ行ってたんや。いやな、お父さんがいらんこと心配せんでよろしいのや。うん、こないだ奥の間のタンスの引き出し上げてみたら何にもあれへんやないか。春が来るというのにどうする気や。お父ったのもは金になれへんのか。なんやお父さん。なんやあれ。あどおみっちゃん、肩着のつけと。わあ。
りやがった。こっちとは外食向きやな。大した人気だな。揚げ幕から今日の親方の舞台見てまして、あてはもう涙がこぼれてきました。何をアホなこと言うてんねんな。親方、あては今日の初日のことを詳しい大阪言うてやらずにはおかれまへん。そんなことやめといてや。これから先まだまだやと思ってます。お疲れ。ええ、お疲れ。あ、旦那は、こんにちは。おめでとうさんです。新藤さん、おめでとう。大した商売だね。よくここまで芸を磨いてくれたよ。いいえ、こんな未熟者をお引き立てくださいまして、皆さんのおかげでございます。新藤さん、おいら今日という日の来るのを待ってたんだよ。何もかも打ち明けてしまうぜ。大江ももういいと言ってくれるだろう。大江の旦那は。新藤さん、これをご覧。山手屋の旦那。そうなんだ。そのしずけをごらん。お前さんが東京へ出てくる前に大円がおいらのところをよこした手紙だ。お前さんに来てくれろと言ってやったのは、実はおいら一存じゃねえ、大円の頼みがあったからね。あの当座お前さんに随分冷たいそぶりもした。嫌なことも言った。それもみんな大英の細工なんだ。まあいいから、その手紙を読んでごらん。心臓お引き取りの上は何とぞ厳しきお導きを願い上げ候。若気の至り心高ぶりより将来のも、必ず将来大立て者となるべき役者と信じより候。それが親バカと夢お笑いくださるまじく願い上げ候。いつまでも膝元に置きたきことは山々なれど、小生にてはとかく甘やかしがちにて、先々のためによからず涙を飲んでお預け申す次第に候。わかったかい、志蔵さん。お前さんもよく今日まで辛抱してくれた。芸ばかりじゃねえ、人間もすっかり変わってきた。大変もきっと喜んでくれるだろう。旦那、知りませんだった、知りませんだった。この子をどうしてお返ししたらええか分かりません。わてには分かりません。芝居を見せてくれるのはここだけやないか。ほんまにな、えらい風流が続いていたさやけど、大阪の見物は目くらがそう通るのかいな。ほんまに皆さんよう来てくれはりました。旅先で旦那のお手をいただきますとな、もう山立てもたまらんようになりまして、喜んで今度の芝居のお手伝いさせていただきます。お父っつぁんもきっと喜びますやろ。なあ、半村屋はん、もういっぺんうちの芝居へ帰ってきてもらえまへんか。で、狂言は何だね。花吹雪吉野山中書き下ろしもんですが。ああ、楠木正面だな。うん。まあそれもええけど、なあ、旦はん、あんたのその考えが変わらんうちゃわては出られまへんで。
ご返事はやっぱりそれでっか。いや、それに品根藩からもちょっと話がおましてな。お父さんお帰りやす。二階へ藤助藩だけが来てはりますね。そうか。昔のこと忘れんと、ほんまに嬉しいもんだな。うん、ね、ちょっと会うてきました。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。どないしたんや。今日はご丁寧なえらいこっちゃやな。いや、さやかてえらいかった。新蔵藩とこの小菅藩から、あてんとこへ手紙が来ましたんや。どない言って新蔵藩東京でえらい評判やていこってせ。まあ、もみっちゃんに知らせてあげたいな。いどこはまだわからんのか。それが。アホなやっちゃ。そうかって、お父さん。おみっちゃんは、お父さんに世話をかけるのが心苦しゅうてたまらんようになって。うん、そやさかいアホなやっちゃというのや。人の心も知らんで。どこへ行ってしもたんやろな。おみっちゃん、わてはあんたにおせてもろたんや。なりふり構わんと一生懸命働いてはるあんたを見て、浮ついた今までの暮らしがつくづく嫌になりました。上手言うてはること、ほんまのこと言うてんのやが。そやさかすっつり席を引いてお嫁に行く気になりましたんやわ。お嫁に行ってからもせいぜいあんたを見習いますね。ほんまにえごれを放っとくなれな。おおきに。えらい長いことお邪魔しまして、ほんならわてもういにまっさ。こんなとこにいますさかい、何のお会いするものですよ。何を言うてありますことやら。ほんならごめんやす。ごめん。あ、もう結構だ。さよなら。さよなら。春しおはおめでたいこっちゃな。うん、ほんまに。お師範のはずの、あんた、お母はもうそれ言うのやめて。そやけど、ご親切に背いて黙ってこんなとこ来てしもて、大変の旦那はも父さんも、さぞ怒ってはるやろな。うちも分かってもらえると思うけど。あ、そうしてた。ええー、ほら。いや、芝居はいつからですかな。今度私の方で歓迎会やろうと思ったんだが。すまん、えらい遅くなりまして、今日からやっと本読みにかかってまんね。あ、そう。だはん、今度は大丈夫だせ。ええ、もう角はええ芝居やる言うて待っててくれてはるお客さんがだんだん増えてきまして。そうか。それではどうぞ本読みを。山田さん、ちょっと。何ぞご用ですか。あんなしょうもない役者であんなおもろない共演出してどないするつもりや。いや、大丈夫だ、さかいな、小屋根さん。ともかく渡への気に入りめんよってに、小屋を貸すのはきっぱり断りますさ。え、あたいもこの上は損はできまへん。どういち小屋も腐ってしまいますもん。小屋はな、信濃屋藩に借りてもらいますさ。あ、もうその看板いらんね。やめときなはれ。今うち。
旦那。心臓。ただいま戻ってまいりました。旦那はんが役者がのうて先々月から芝居を休んではると聞いて、もう矢も盾もたまらんようになって新富田を打ち上げるとすぐに汽車に乗りましたんや。旦那はんから言われた通りの、まだ信用はできてまへん、何の足しにもなりまへんやるけれど、な、どんな早くでも結構ですさかい、どうぞわてを使うとくなはれ。心臓、今帰ってきたら旦那に叱られるやろうと思いました、思いましたんけど、帰ってこずにはおられまへん。旦那のお心づくしは森田藩から伺おうて初めて知りましたよ。わてもなんと俺を言うてええか。わても森田からの手紙でよう知ってるで。えらい苦労してくれたそうやな。旦那礼言いますよ。旦那そんな。そういったえらいご無沙汰してしまいましたな。いつも変わらんと旦那の力になってあげてくれはって、ほんまに嬉しい思ってはしんど。そんなに丁寧な挨拶してもらおうたら、こっちはどんな言うていいかわからしないがな。新蔵が帰ってくれはったら、角の小屋主も文句は申すまい。もう一遍書き終わってきました。角の芝居の小屋主さん、どなぞおっしゃりましたんか。断られたんや。役者の顔ぶれが悪い言うて断られてしもたんや。久々お目見えの中村新蔵が一枚加わったら、言うことはお前やろ。すぐに書き終わってきました。あ、ちょっと待ってください、そうしたわて、そんな役者はおまへん。わて一人のために角の芝居が開くような、そんな役者はおまへん。これから先またまた修行をつまんなら役者だす。どうでっしゃる旦那は、今度の芝居には新大さんのご家族の方をご招待することにしはったら、小屋のさんもそれでも小屋は河川とは言い張らしまへんやろねえ。旦那はんのお仕事もそれでまた何倍にも生きてきましたろ。役者衆も義理や自慢で見に来る見物やのうて、そういうお方に見ていただくことになったら、余計舞台に張りが出ると思います。新蔵、お前そんなこと言えるようになったんか。変わりよった、ほんまに変わりよったな。聞きましたんやけど、やっぱりわからんちゅうて。そうか、ご苦労はんでした。おみっさん、今夜はきっと見つかると思ってまんね。そうか、けどみんなでこないに探してるのにわからんのやで。そうかて見つかりますねんて。なんぞ当ててもあるのか。へ、おますのや。新蔵はん、おみっさんのことなんぞ言うてありましたか。いや、早くこっちから言うてやりたいねや。えらいこっちゃ。あのおみっさんのこと、駅舎は宇佐門は東にあると言いますし、おみくじには西にあると出てますね。何のこっちゃわからんしまい。何やのそれ。あ、だな、今日の初日はえらい前に行きだして。Thank you.
で2階探してたのやで。いえ、来てはります。どこに隠れてたかって、一旦今日の新座派の初日を見に来はらへんなんて、そんなことおまへん。どこぞできっと見てはります。来てや、みんなで心ばかりの祝いをしたいねや。いいか、はい、来てや。あ、父さん、おみっちゃんあそこにも言いはりまへんで。そうか。旦那、今日ほど気持ちを芝居させてもらったかと思わへん。見物衆もええ見物衆やったな。ほんまに、舞台ですること言うことしっかり胸に受けてくれるような気がして、ええ気持ちやったな。お前も役者が大きくなったな。そんなこと、お前はわてに褒めてもらいたい褒めてもらいたいって言うてたやないか。みんな旦那のおかげや思ってます。んや、ほんまに礼言うてもらいたい人は他にあんのや。他に？うん、花寮や。花寮？心臓、花寮は立派な女子やで、お前の修行のためやと言うて、バテが別れてくれと頼んだんや。花寮は何もかもバテに任せて言う通りにしてくれたんや。無理を言うあてもつらかったが、言われた離れもつらかったやろ。心臓、離れは一日もお前のことを忘れた日はあらへんで。旦那、ほんまだか。先を楽しみに女子の道に勤しみますと言うてな、わての手元が苦しゅうなると世話をかけるのが心苦しい言うて姿を隠してしもたんや。旦那、それ知ってたらさっき会うたんか。へえ、車ですれ違いましたよ。そうか、早うお前に話しとけばよかったんやな。弱手も大きいのもきっと今日芝居へ来る、来たら連れ戻ってと思ってたんや。来たかったのやろ、来たかったのやろけど、じっとその心を抑えてたのやろ。あんないじらしい女子ってあるやろか。旦那、お支度ができましたで。おきぬ、おみっつぁん大阪にいるで。大阪に。そうですか、わかりましたんか。おい、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。ええ子な、占領したで。え、お、見てみ。今度の芝居もええけど、この前の小島さんのよかったね。ああ、見せたかったな。牧泉の神の千代列天皇山。今世白川話もほんまによかったわ。あれもよかったな。なるほどな。うちの手代の吉松っていうやつも、今のと同じようなこと言おうんだよ。さよか。で、あんたに芝居の話をゆっくり貸してほしいと思ってな。あんたもえらい首相の心がけにならはったな。バテの値段も300両から500両にでも上がったかいな。いや、恥ずかしい。もうそんなこと言わんといて。なあ、信濃屋、芝居の道は一筋や。それぞれの時勢に
世の中の人にぜひ見てもらいたい芝居、それを追う一筋道じゃ。世の中より遅れてもいかん、また世の中におもねってもいかん、浮気目も振らずにその道さえ歩いていったらおもろいもんや。人もついてくる、また自分も他のもんは何もいらんようになってくる。その芝居はどなしたら分かるのよ。そうやな、世の中のいろいろな音にじっと耳を傾けるのや。あの花火でもええが、あれは勝ち戦続きの祝いの花火やけど、あの音の中にもいろいろなものが聞き分けられるやろう。そうかな、これはわてもよっぽど勉強させてもらわんとわかんな。知らんと恨んでいたわてがアホだした。旦那に両手をついてよう礼言ってこいと言われましたんや。そんな、そんな礼を言うのはあての方だすけど、よう前に立派になってくれはりましたな。おみっちゃん、芝居見てくれはったんやそうでんな。ええ、今日は辛抱がもうでけんようになりましてな。なあ、昔のように叱られるとこおまへんか。聞いてくれはりまんの、わてに。やっぱりそんなこと聞いてくれはりまんの。おみっちゃん、父さん、ええがな、二人きりの話はこれから何歩でもできるがな。なあ、しんと。せやろ、おみっちゃん、最前信濃山と話してるうちに、来月の狂言はこれでいこうかと思ったもんがあんねやけどな。お父さん、何も今頃そんなこと。いや、思ったらすぐ聞いてもらわんと我慢できんねん。旦那、どうぞ聞かしとくなはれ。どうぞわてにも。それ、ウィーナを聞く。そんならわても聞かしてもらいました。そうか、こうやってみんなの顔を見てるとなんや、もう嬉しなってきた。花火もええが、はっと燃えてすぐ消えてしまったら芝居の道は歩けまへんで。芝居は一生の苦労や修行や、ほんまに大変なこっちゃ。ああ、そうや、そこでその来月の狂言というのはな、